赤ガネサルハムシアクロチニウムガストシキビチーはハムシカの昆虫の一種。青緑や尺銅色の金属光沢のある美しい昆虫で、ブドウの害虫でもある。体長は7から8ミリメートル。全体に光沢のある筋力色をしており、全種は周囲を地色に残して内側が尺銅色をしている。また全体に開白色の柔らかい毛がまばらにある。ふわしは黒。 触角は、寄部側が褐色で先端側が黒い。ただし地理的変異があって、体色も異なり、特に南西諸島で顕著に見られ、トカラ山のものは、背面全体が筋力色、沖の選ぶ島のものは全体に、非正色、天見大島、沖縄本島のものは地色が、青緑、全子は、円が非正色などとなっている。頭部は、全境の中に引っ込んでいて、上からは見て取りがたい。 触角は、基部側4節が細めで、先端側5節が、やや幅広くなっている。前胸生多はほぼ円筒型で、表面に強い天国がややまばらにある。前死には、天国がやや不規則に、縦の列をなしており、特に肩の部分で顕著に見られる。幼虫、成虫ともにブドウを餌とする、発生は、年1回で、4月頃より発生する。 成虫の期間は1ヶ月程度でブドウの若葉などを食う。産卵は地上の落ち葉や石の上で行われ、幼虫は孵化すると地中に潜り、ブドウなどの根を食べて成長する。成長の早いものはその年のうちに浮かし、成虫へとする。中高生であり、また昼間でも曇りや雨の日、風の強い時などは物陰に潜む。また活動時には音や振動に敏感で、 すぐに落下して儀式を示す。日本では北海道、本州、四国、九州、琉球列島に分布し、国外では中国、台湾、東シベリアから知られる。ただし、上記のように地理的変異が特に南西諸島で多く、見られ以下のような亜種が区別されている。なお、宮古島のものは原亜種であるとのこと。似たものは少なくないが、 本種はその体色が鮮やかで容易に見分けがつく。本種は日本のハムシ類中でも特に美しいもので、応援では関東の基礎解説で本種を美しい金属光沢がある種として紹介してある。ブドウの害虫として知られる。幼虫は地中で根を食うが、これは被害としてはほとんど見られない。成虫は日中に心象を食害する。 発芽時には新芽を食い尽くしてしまい、新章が発生しなくなることもあり、新章の新長時に加害を受けると、柔らかい茎を加害されてその部分が赤褐色に凹んでしまう。展開した葉が食われることもあり、発生の密度が高い時には、下水も加害を受け、保軸が切り取られてしまうこともある。発生は上記のように春だが、無加温のビニールハウスでは3月中旬から発生が、 始まる。山間地の武道園で発生が多く、デラウェアやキャンベルアーリーで多く被害が出る。以下、主として、石井保か編、P1197、林田編著、P170、梅谷、岡田、P509、梅谷、岡田、P509 以下も、林田編著、P170 円、P2、梅谷、岡田、P509。ありがとうございます。